はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋みともです。新日本プロレス SS の、スターダム選手の育成パート3です。来ました。ちなみに最後の一人のキャラも、この人のキャラ出たんですがね。なかなか苦労しましたよ。中野さんの VS 誰なんでしょうね。わかんないんだよね。ヘアグラブ。では、スケジュールを整えて参ります。うん、上谷選手ですね。よいしょ。よいしょ。ちょっとギリギリっぽいらしい。やべえな。これで勝ったら、ここまで育成するのが、あれだったっていうことだけど。ちなみに、やっとナスポリ選手と、この、中野選手は、星5まで上げたんですが、もう一つの方の中野のタムさんと、さっきの選手はちょっと、星1と星3の前なので、あれしたいんですよね。でも、どうなんだろうね。むずい。初めて全部見てるんで、いつも飛ばすんですけど、動画のためなので。一応必ず動画でも言ってますが、著作物なので、もし何か問題ある場合は、連絡をください。それだけお願いします。ちなみにガチャ動画なんとか伸びてます。さあ、どこまで行くだろうね。じゃあ、行きましょう。うわ、マジだ。でも、ちゃんとクリアはしてるんで、一応は。ただ、ランクイエス二つ、どれか二つつくのむずいかもしんないですけど。
リベンジ編多分やるかもしんないです。ということで、一応結果的には微妙になりましたが、一応ここで締めさせてもらいます。ご視聴ありがとうございました。